現在世間を騒がせている、ゆっくり茶番劇、商標登録騒動、昨日の夜ドワンゴとズン様が、この騒動に関する公式見解を発表しました。まずはズン様のツイートから、ご紹介します。法律事務所の先生方と相談したところ、東方プロジェクトの二次創作として、ゆっくり茶番劇をコンテンツとする動画について、ゆっくり茶番劇を使用する行為について、商標権の効力は及ばない、とのことでした。もちろん、ゆっくり実況やゆっくり解説などの使用にも、及ばないのは言うまでもありません。つきまして、東方プロジェクトの二次創作として、ゆっくり茶番劇を制作されてるファンの皆様におかれましては、商標に関するライセンス契約の申し込みなどを行われないようご注意ください。万が一商標権者を名乗る者から商標に関するライセンス契約の申し込みなどを強要され金銭を要求されるなどした場合には最寄りの警察署へご相談いただくことをご検討ください。なおゆっくり茶番劇が東方プロジェクトとの関係で使用されるほどゆっくり茶番劇が除名となり不当な商標への対策ともなります。今後ともゆっくり茶番劇の制作発信を楽しんでいただければ幸いです。東方プロジェクトに関わる部分としては以上ですが、その他の対応はドワンさんの方で行うことになりました。そちらも確認よろしくお願いします。さらに後日東方よもやまニュースで専門家の解説を交えた記事を投稿予定とのことです。そちらも要チェックですね。そしてドワンゴの発表について要約すると大体こんな感じです。多くの投稿者が不安に駆られていて当社も心を痛めている。23日月曜日に実施する記者会見の前に当社の見解を発表する、こういうタイトルの場合は、OK という解釈です。読みたい人は一時停止して読んでください。この解釈だと、現状ほとんどの動画が問題ない、ということになりますね。逆に商標権侵害を主張される可能性があるのが、こちらのタイトルです。読みたい人は一時停止して読んでください。これを見る限りだと、投稿者側も簡単に対策が可能ですね。ゆっくり茶番劇の商標が取得されているのは事実。しかし商標を取得した人物とゆずはが同一人物なのか、まだ確認ができていない。似てるけど違う言葉、例えばゆっくり劇場などの使用は問題ないと考えている。ゆっくり茶番劇という言葉を、ジャンルやカテゴリーとして使用する場合は、商標権の侵害にならないと考えている。そもそもジャンルやカテゴリーとして、広く一般的に使われている言葉であり、特定の企業や人物が独占するべきではない。なおこの件はあくまで法律事務所と相談した上で、ドワンゴが出した見解であり、実際に訴訟や審理が行われた場合、その結果を保証するものではない。以上ドワンゴの発表の要約でした。URL を概要欄に貼っておくので、ゆっくり茶番劇を投稿している人は、全文読んでおくことをお勧めします。投稿者にとっては大問題ですからね。とりあえず東方キャラを使う場合は問題なし、ということでこれで一安心ですね。ゆっくり茶番劇はほとんどが東方関係なので、多くの人がこれで安心したのではないでしょうか。しかし私のように、オリキャラを使っている投稿者もいます。私は東方キャラを使ってないので不安に思ったんですが、ドワンゴの解釈だと、ゆっくり茶番劇をカテゴリーやジャンルとして、使用する場合は商標の侵害にならないということです。あくまで自己責任の上でということになりますが、この解釈だとオリキャラのゆっくり茶番劇も、特に問題ないということになります。私の対応としては今後も、ゆっくり茶番劇をちょくちょく投稿していきます。タイトルにはゆっくり茶番劇を堂々と入れます。しかしゆずは様はもうこれ乾杯じゃないでしょうか。なんかお金を取れなさそうな雰囲気ですし、訴訟を起こすにしても確実に勝てるかわかりませんし、勝てたとしてもそんなに儲かるか微妙ですし、で、ズン様とドワンゴの見解が発表された翌朝、ゆずは様の所属先が、ゆずはが月曜日に商標登録の放棄を開始する、というツイートをしました。さすがにこれらの発表を受けて、もう勝ち目はないと判断したのでしょうか。いずれにせよ賢明な判断だと思います。23日月曜日に、ドワンゴがこの件に関する会見を行うので、そちらも注目です。というわけでこの騒動も終わりが見えてきました。再来週あたりには鎮火してそうですね。ゆずは様の気が変わって、変なムーブをし始めないことを願っています。最後までご視聴ありがとうございました。